トヨタの今後の、まあ、ディスラプションが起こることは間違いないわけで、それに対してどうやってこう対応していくのかっていうところの方が大事で、持ってるものが重いので大変ですよね。まずだからディーラー網がねいらなくなるから、でサプライチェーンの大半がいらなくなるから、うん、どうするんですかね。ディーラーはメンテナンスで儲かってるんですから、うん、あまりにも普通すぎて全然ワクワクしないですよ。なんか最近のソニーって送りバントばっかしてんなみたいな、人々のライフスタイルを変えますみたいなものって絶対ソニーから出てくるイメージないですよね。まあ、部品で稼いでますもんね、CMOSとか。だから普通の車だから、うん、普通の車電気自動車とりあえずソニーも作っときました的な。